第一未来信用金庫は、北海道根室市に本店を置く、信用金庫である。釧路総合振興局の自治体である厚岸町と浜中町根室振興局の全自治体の指定金融機関である。根室信用金庫と厚岸信用金庫が、対等合併し解消発足。合併前の厚岸信用金庫は、厚岸町に本店が置かれていた。 アッ市信用金庫時代には、アッ市庁の指定金融機関には指定されなかったが、令和2年8月1日より、指定金融機関としての指定を受けることとなった。なお、アッ市信用金庫では、スポーツ振興区事当選権の払い戻しを2店舗で行っていたが、当金庫では行っていない。主に、根室振興局、釧路総合振興局を営業基盤とし、指定を設けているが、 隣接するオホーツク総合振興局には、支店、営業基盤ともにない。十四総合振興局は営業エリアに含まれているが、出店はしていない。2014年6月25日に、石狩県を含む7市6町に村を新たに営業地区とする認可を北海道財務局より取得し、2015年7月21日に札幌支店を開設した。 2016年には創立100周年を迎えた。なお、東湖の歯舞支店は日本の金融機関として最東端に位置する。同金庫ではすべての支店ともスポーツ振興区事当選権の払い戻しは行っていない。ありがとうございます。